プロゴルファーの星野陸也です。自宅でもできるパターの練習法を説明したいと思います。僕がパターで気にしていることは、なるべく上半身と同調しながらストロークするっていうことと、やはり手をこうこねたり手が出たりとか手打ちにならないようにってことを気にして、なるべくシャフトが振り子があるイメージで、シャフトごとフェースがまっすぐなって当たるイメージですね。振り子の最下点で効率よくボールヒットするっていうイメージでいつも考えています。で、その中でやはりグリッププレッシャーが強いとやはり手打ちになってしまったりするので、そうならないようにグリップをまずこのように挟んで構えます。手と手のひらで。そうしますと余計な力が入らないので、ヘッドの重さだけにを感じながら素振りしますと結構手打ちにならないようなことになりますね。で、このイメージ、この挟んだイメージでこのように素振りしていくんですけど、まあ、そうしますとやはり手打ちになりにくいので、このように体と一体化になるイメージっていうのが結構出て、右膝の前でシャフトが来て、左膝の前にシャフトが来るイメージですね。で、右膝にこう、まあ、ちょっとスライドさせるイメージですね。右膝の前にシャフトをスライドさせて、左膝の前にスライドさせるっていうイメージで素振りをします。そうしますとどちらかというとこの胸と一体化になるイメージが出てきますので、それで何とか素振りしていてボールをヒットします。で、もう一つ気をつけてほしいのが、テイクバックとフォローのこの幅を均等にするってことですね。今 T があるんですけど、ここをフェースの中心、まあクラブの中心だとして、テイクバックとフォローを均等にすることによって、やはり振り子のこの最下点を意識するように、なります。ですので、このように構えて右膝と左膝の前にシャフトを出すイメージで素振りして、テイクバックとフォローを均等するイメージでこのように連続して素振りします。で、同じようなそのイメージで打ちますと手を使わずに打つことができますので、ぜひ皆さんも試してみてください。